ということでございまして、はい、ですね、うん、GP9 と GP6 を撮影終わって、はい、まあ、帰って終わってもう吉牛でも行くかと秋葉原ので帰ろうとしたらですね、はい、なんと GP3 がですねあったんで、これ当然これ質問来そうな感じなので、いやー来るでしょう、はい、おっと、でも我々も違いを接客するのはめんどくさいんで、うん、もう動画でもうあらかじめ言っとくと、はい、いうことでございます。はい、それで、GP3 なんですけど、うん、まずですね、もうすでにこれ2023年の、うん、1月、まあ、1月ぐらいにはもう発表されてるモデルになるんですが、うん、お値段の方が30後半とか40とかその前後みたいな、まあ、ちょっとオープン価格なんで、まあ、そこら辺フラフラしてるんですけど、はい、まあ、要はもう大体倍みたいな、あ、なるほど、分かりやすいですね、369でね、トントンね、はい、うん、いう感じでございます、はい、で、だいぶですね寸法が小さくなっておりまして、まず寸法の方なんですけど、横が、1394で、うん、奥行きが698、まあ、要は70センチぐらいです、はい、で高さが、1010ということでございますので、閉じた状態ですね、だいぶコンパクト、うん、うん、でこれぐらいだったら先生、普通に電子ピアノ考えてる人でも、ね、これぐらいちょっといけるだろうみたいな、うん、感じもあるんじゃないかなというふうに、はいはい、思います、うんうん、でスピーカーの数もですね、だいぶですね、はい、これも1個になってますし、はい、はい、だいぶ減ってはいるということではあるんですけど、うんうん、ただまあもちろん屋根がついて、そうですね、まあ、グランドっぽい、感じになってるし、はい、外見もめっちゃ可愛いです、うん、かわいい、はい、ただ鍵盤が木製鍵盤じゃないとか、そうですね、樹脂の鍵盤、はい、椅子がちょっと普通になってるとか、うん、いうのはあります、うんうん、はい、はい、でまああとね、さっき一通り9と6をですね、うん、聞いてもらったので、はい、はい、ちょっとこちらもザ・ベンスをしていただいて、ね、ぜひぜひ、はい、ね、よろしいでしょうか、うんうん、はい、お願いします、はい、やってみます、はい、ちょっと音の、そうですね、こんな感じですかね、あ、うん、やってみますね、はい、でしたでしょうか。ね、やっぱ木製鍵盤と樹脂鍵盤で、はい、うんうん、だいぶタッチ感の差はあるものの、あるものの、うん、結構ね、うん、鍵盤しっかり打鍵感があるので、うん、弾きやすいというか、はい、例えばそのアコースティックピアノと2台持ちされる方とか、うん、でもいいし、なるほどなるほど、そう、うん、なんかね、樹脂鍵盤に結構ありがちなペラペラ感、うん、っていうのはないです。なるほど、わりかしでしっかりしてる、うん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 、なので結構弾きやすいです、はい、なるほど、うんうん、6と3とどっち買おうかみたいな、うん、当然これ出てくると思うんですけど、うん、それはどうですか。全然忖度なく言ってもらってもいい、忖度なく言うと、はい、うん、で別に、まあ、はこっちの方がいい。まあサイズ感の、うん、そうね、はい、だからサイズ感の縛りがなければ、うん、もちろん6の方が鍵盤も違うし、うんうんうん、やっぱり音源の違いとか、うん、音の奥行き感とかは、うん、
やはり違いますね。なるほど。聞いてて、だからといってでもこっちで なんて言うんだろう、なんかこう弾き心地が足りないってこともなくて、今は結構ベースの音ガーンって鳴らした時にちゃんと答えてくれてたので、で やっぱりそこがさすがローランドさんなんですよね。音源がいい、音がいいんですよすごく。なのでまあどっちか選べって言われたらねこっちに行くとは思うけど、でもそこまでね、あのサイズ感あんまり大きくなくていいなっていう方とか、これからピアノを始める方とかで、でもやっぱりちょっとグランドピアノのデザイン性があったりとか、ちょっと音の抜け感、ちょっと立体的な感じとかをシミュレーションしながらピアノを演奏したいっていう方は断然こっちがいいと思います。なるほど、それは本当に RPHP のシリーズとかと断然違う、なんかね、感じがしますね。はい、僕デモで聞いてて思ったのは、はい、奥行き感、音の奥行き感っていうのが、その普通の RP とか HP とかのシリーズよりもやっぱ全然あったなっていう気はしますね。そうですね、当然これと比べるとちょっとなんか、ちょっとスモールな感じはするんだけど、まあでも普通のやつと比べたら、だって30万円台で買えるんでしょこれ。そうそうそう、だったら他のモデルとかとさ比べても、なんか抜け感とかもいいし、あとなんかミニ発表会とか結構やったりとかする人もいるじゃないですか、見栄えがめちゃくちゃいいな。そうですね、っていう感じもしますよね。はい、はい、まあみたいな感じなので、はい、まあちょっとご購入のね参考になればいいかなというふうに思います。はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、JR 秋葉原駅徒歩2分、日本でも珍しい電子ピアノ専門店、国内外主要メーカーの電子ピアノを多数展示しています。実際に弾き比べてその違いをゆっくりと確認していただけます。専門知識を持ったスタッフがあなたにぴったりの電子ピアノをお勧めします。また、オットーではピアノ教室を併設しています。まずはお気軽にピアノを弾きにお越しください。電子ピアノ専門店ピアノ教室、オットー秋葉原。無料体験実施中。